オーバーギュンツブルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、韓国のオストアルゴイ軍に属す市場長で、オーバーギュンツブルク行政共同体の本部所在地で、ある。オーバーギュンツブルクオーバーギュンツブルクは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には56の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町の起源は、 ローマ時代にまで遡ることができる。オーバー・ギュンツブルクは、オーバー・ギュンツブルクは、ループレヒト・ホンプ・ファルツから1407年に、重要な諸権利とともに、市場開催権を与えられた。1688年から、ケンプテン修道院の管理局の所在地となった。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この町は、バイエルン領となった。 1879年までオーバーギュンツブルクは地方裁判所の所在地であった。残っていた区裁判所も1959年にマルクト・オーバードルフに移転した。1972年にブルク、エーバース・バッハ、ビルローフスが合併した。外国人比率は2005年時点で約4%である。2005年時点で住民の75%がローマ・カトリック。 10%がプロテスタントルター派、15%がその他の宗教の信者である。長長は2007年2月からラルス・レイフェリングハウスが務めている。彼はヘルベルト・シュミットの公認である。図柄、左右に分割。向かって左はさらに赤字と青字に上下に分割。向かって右は銀字で3本の青い波体の上に浮かぶ黒い衣装を着て、 金の冠を被って、こちらを見る聖女、ヒルデガルトの共造。聖マルティン協会と上官地元で最大の企業は、ガップラーザルティアーミルク工場である。ここでは、コーヒーミルク、コンデンスミルク、ミルク入り飲料、粉ミルク、さらには、ベビーフードや、描写用食品の素材製品を製造している。ありがとうございます。